はいえー、本日は多摩市の市議会議員を21年間務めていらっしゃいますえー、岩永久坂議員にお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。えー、岩永さんはですね。今、あの1番解決したい問題意識は何でしょうか？そしてね、そこにどんな思いで取り組んでいるのかを教えていただけますか？ そうです、ね、なんかこう、まあ、改めて問われるとすごくその解決したい問題とか課題っていうのは多分身の回りに皆さんもそうだと思うんですけどとてもたくさんあるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ただそれをを自分が議員ってていう仕事を通じて まあこれが一番の課題になっているなっていうふうに思っているのはやっぱりこの政治に対するその信頼がなかなかこう得られているっていうふうにこう自分自身がこう確信を持ってこう言えない言い切れないっていう状況があって、まあ、それが先ほどお話いたご紹介いただいたようにやっぱ21年間ずっとこうその思いを克服できずに今に至っているっていうのがあるのでやっぱりそれが まこの議員という仕事を通じてはこう一番のこう課題だなっていうふうに思っています。あのやっぱ多摩市でもあの4月に選挙あったんですけど、やっぱり投票率がこう半分いかないというのが現状の中で、こう自分自身はそれでも選ばれて議員というこう仕事をこうやって てるんですよね。それで、はい、まもちろん今までもやってきたっていうのがあるんですけど、やっぱりこうなかなか振り向いてもらえる有権者の皆さんにこう振り向いていただけるようなこう状況が作りきれていないっていうことがやっぱり課題だというふうに思っています。私はやっぱりこう民主主義っていうかやっぱり政治っていうのはこ市民の皆さんがその間に加わって でよりよくこう発展をこうしていくものだっていうふうにこう考えていて、まあ、だからこそ、やっぱりこう18歳以上ということになりますけれども、一人一人がこう選挙ということを通じながら自分の意思をこう表明をしていくっていうことだと思うんですけど、やっぱりその投票するという行為に対して手応えをこう持てないような状況があるから、 まあ選挙に行くよりはということでもっと自分のやらなければならないことをこう優先してしまっているっていうのがおそらく今の状況なんだろうなっていうふうに思っているんですね。でも あの投票率がどんなに低くても、こう正当な手続きでこう選ばれた議員がいて、その議員で構成されるやっぱり議会があって、まあ、そこの中では、やっぱり私たちの暮らしに関わるとても大切なことをたくさんこう決めているわけですよね。やっぱ一番分かりやすいのは、うん、皆さん一人一人納税者だと思うんですけれども、その納めた税金を私たちがその使い道を最終的には決定をしていく。 ということになるのでやっぱりそういう意味ではこう毎日毎日こう政治に関心を持ちなさいっていうふうに思わないけれどもやっぱりこういう経営者の皆さんや市民の皆さんにきちんとこうこう振り向いてもらえるようなやっぱりそういう環境をこう作っていかなければいけないというのが今の自分の中でのこう仕事を通じての一番の課題です。 自分自身はもう本当にできなくて至らない人間なので <laughs>、ほころびだらけだから、まあ、自分自身はも,うもっともっとこう自分の中の課題っていうのはありますけど、まあ、仕事上ではそんなとこが課題かなって思います。はい、ありがとうございます。なんか、そうですよね、えー、岩,岩永さんはあの、話し合いがとっても大切だっていうのも、んね、はい、そうですね。うん、はいやっぱり今 今お話聞いた中でやっぱりそういう,こう環境を作っていくっていうところをすごく大切にされていらっしゃるんだなっていうのをすごい感じましたね <laughs> まあね大切にしててもねそれをどこまで実践できているのかっていうのがまたちょっと次の課題ではあるんですけれども、うん、まあそんなふうに思っていますはい、はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあ次の、えー、質問に行きたいと思いますはい、はい えー今,ですね、今現在、えー、どのような今夢やビジョンを持ってうん、えー、活動していらっしゃいますか、うんまあ、さっきの話ともやっぱりちょっと通じるところもあるかもしれないんですけど、はい、やっぱりこう一人一人がやっぱどんな時であっても、まあ、こう人生っていい時もあれば悪い時もあるというふうに思うんですけどどんな時もやっぱりこう前を 向いて頑張ろうってこう思えるこう社会を作るっていうのが私はとても大事なことだというふうに思っているんですよねやっぱりこう暮らしっていうのは政治とすごくこう密接ですし切り離せないこう場所にあって政治には無関心でいられても無関係ではいられないっていうあの言葉もあるようにやっぱり私たちの社会っていうのはやっぱり一番 頂点には日本国憲法があるわけですけれども、まあ、法律があって条例があってという形でルールがあってこう成り立っているっていうことはこう事実なんですよね。でそのまあ作る現場にまあ私たち議員がいるっていうことだと思うんですけど、まあ、そういう意味で今本当に皆さんが 困っ,たこと困った時に政治を頼れるというかみんなが何かこう前向きに生きることができるようなこう環境を整えるそれで、まあ、あのまあ基本的にはやっぱりこう誰にも干渉されないって言ったらおかしいんですけどやっぱ一人一人それぞれこう自由にこう生きたいというふうなそういう生き方を見守り合いながら。 でも困った時には頼れるところがあるよっていうことで、やっぱそこにこう果たすのがこう政治の役割だろうなっていうふうに思っているので、まあ、つまずいたりとか、まあ、転びそうになったりとか、まあ、本当にこう立ち上げられなくなったとしても、でも大丈夫だよって、まあその助けてっていうふうにこう支援をするところに、あ 政治あったんだとか、まあ、そこをやってる議員さんいるんだとか、まあ、そんな風にこう思って、こうもらえるような、こう状態をこう作りたいなっていうのは、こう日々思っています。そんなになんかこう、大きなビジョンってわけじゃないけど。 やっぱりこう基本的には一人一人が困ってもなんとかなるよとか大丈夫だよっていうふうにこう思えるそういう社会があるとその社会っていうのはこうみんなが希望を持てるし前を向くことができてこうエネルギーも出てくるのかなっていうふうに思います。はい、すはいいいいそそんんななととこでですすすありがううございますいや本当にそうですよねなんか 前を向いて頑張れる、そんな環境があれば、人間なんか、ちょっと困った時には頼れるところもあって、それで自分がじゃあもう一回頑張ってみようっていう心が作れていけば、どんどん前に進んでいくことができるのかなと思って、すごく素敵だなと思いますあそうですすありがととううございます、はいままの思ででずっとやっやてますそうなんですね、はい なんかそういう,なんかこうあったかさみたいなのがすごい伝わってきますね。<え>す本当ですかこんなところから伝えられたらとても嬉しいです。<laughs> はい。すごい伝わりますよ。はい。ありがとうございます。うん、はい。じゃあ次の質問に行きますね。はい。えー、そうしましたら、それを具現化するために、うん、え今、どんな目標や計画をお持ちでいらっしゃいますかそうですね。やっぱりなんかこう、日々のことなので、 なんか目標とかこう計画をこうなんかしっかり立ててるんですかっていうふうにこう言われるとやっぱりこう立ててませんっていうのがまあ答えかなっていうふうに思います。でもやっぱりさっきもお話をしたんですけどやっぱり前向きになれるっていうかこう希望を持てたりこう夢が持てる社会っていうのがやっぱり こう何かしらこうふつふつとこう一人一人の市民の人たちのこうエネルギーを引き出せる社会なんだろうなっていうふうに感じている中では、まあ、その議会の活動っていうところで見るとやっぱり特にその子どもたちや若い人たちが夢とかこう希望を持ってこう懸命にこう成長していることを、ね、こう後押しができるような、まあ、そうしたその環境づくりをこうしていきたいっていうことで、まあ、これまでこう取り組んできた なのかやっぱりすごくあのコロナ禍を経てあのやっぱり不登校とかあの子供たちの問題がもっともっとこう深刻化してきているようなことがこう報道とかでもされているし身にも見えているところもあると思うしやっぱり若いその 女性の、まあ、そういう意味ではこう自殺なんかもま増加傾向になっているのがまあとても心配だなって、まあ、誰かにどこかのタイミングでこう助けてって言えなかったんだろうかっていうふうにこうよく思ったりもするんですけどやっぱりこう今とっても社会全体がこう忙しすぎてなんか気がついててもこう声をかける余裕がないみたいなところもあるのかなっていうふうに思っているんですけど、まあ、そういう意味ではその子どもたち っていうのが本当に今こう置かれている環境が本当にこう幸せなんだろうか。 とといううここをよく思うこともあるので、まあ、そういう意味では、まあ、あの目標とか計画っていうことではないけどやっぱりこれから少子化の中でますますその子どもたちって生きにくい社会になっていくんじゃないかなっていうふうにも思っているので、まあ、そういう子どもを応援していける環境を、まあ、少しでもあの作っていける。 といいなってなんかそんな感じでやっていますなのでなんかこんな目標があるとかっていうような、うん、そういう感じはないかなっていう感じし、うん、<laughs> ます <laughs> ですありがとうございます。はい いや子どもたちがでも本当に心配ですよね。そうですね、まあ、やっと例えばその不登校とかそういうこともね、うん、学校に強制的に行くことだけがう人生ではないというふうに結構巷では言われるようになってるんですけどでもまだまだこう現実って。 すごく学歴社会であったりやっぱりこう普通なことが求められるような状況ですしもちろんそうではないようなところについてもこうきちんと支えていかなければいけないっていう意識があったとしてもやっぱりこの税金の使われ方みたいなところに今度目をやるとなかなかそうしたところにこう必要なだけその私たちが納めた税金が使われているというふうにこう思えないような状況だったり とか、まあ、仮にそういうところにちゃんと税金が出ていたとしても、まあ、その使われ方どうなのっていう風うにこう問いただしたくなるような状況っていうのはまだまだあるんだろうなっていう風うに思っています。はい、はい、そんなとこです。はい、ありがとうございます。でもそこにね、なんかこうちゃんとあの意識を向けて見ていってくださる方がいることによって。うん 全然ね<う>未来を作られていく未来が変わっていくなっていうのをすごい感じますね、うんまあねそうだといいなと思うんですけどね、うん、やっぱりそうだといいなと思いながらも,もうなかなかやっぱり投票率ってこうやっぱり自分が選ばれて議員になることが。うん もちろん、こう、必要だと思うから、こう、利口するわけですけど、やっぱそれ以上に、やっぱり、有権者の皆さんの関心っていうのが、すごく重要だというふうに思った時に、なんか自分が選ばれたから、はぁ、よかったっていうふうに、胸をなで下ろせないような、こう、社会の状況があるんじゃないかっていうふうにはまあ感じています。で特にやっぱり、子どもたちって、自分の投票する権利がないので、やっぱ誰かがこう代弁者にちゃんとなっていかなければいけないというふうに思うので、 やっぱりそういう意味ではやっぱ子どもの問題っていうのをやっぱ子どもたちの立場とかもっと将来のことを考える立場から発言をしていくっていうことを、まあ、これまでも心がけてきたかなっていう気はします。うんうん、はい、はいはい、ありがとうございます。すごく大事だなって思いますね。はいありがとうございます。じゃ次の質問に行きますね。はいそうしましまたら えー、今子どもたちの,あのことを本当に応援するようなもっと新しいもっと税金を使ったりとか、うん、もっといい社会にしていくために活動していったっていうお話をされていたんですけれども。うんうんうん あのその目標とかこう目標っていうまでにはいかないのかもしれないですけど、うん、こう方向性に対してですねうん、うん、現在どのようなこう活動指針を持ってですねこうどんな基本活動というか<の>どんなことをされていらっしゃるのかを活動指針っていうか私は、まあ、議員の活動の基本っていうのはやっぱりこう現場の声を聞いていく。 っていうことだといいいうふうこだに思っていますでその時一番大事にしなければいけないのはやっぱりどうしても先入観とか思い込みっていうものがあると思うので、まあ、そういうものを持たずにこうその場を捉えるとかその話を聞くという、まあ、こともあの努力はこうしているんですけどでもやっぱりこう話をしながら本当に自分自身もこう生きてくる中で知らず知らずなんか すごく強く思い込んでるこの中もあるなっていうふうに思うので、まあ、とってもこう反省もしながら日々活動をしているのかなっていうことだと思います。あとはやっぱりあの想像力を磨くってことだと思うんですよね。まあ、自分はやっぱりこう自分一人っていうことで、やっぱりこう市民の皆さんの数だけやっぱり課題があるっていうところに、こう全部の人の経験を自分がこう同じように共有できるわけではないっていうことからすると、やっぱりその人の思い というものをどう理解するのかっていう意味では、やっぱこう想像するということをやめないというか、やっぱちゃんとそこを磨くことが必要だし、やっぱりそのためにもこう学び続けるっていうことをこうしていかなければいけないかなっていうことはま心がけています。うんはいそんなとこです。<laughs> はいありがとうございます。想像力を磨くっていうのはすごいなんだろうすごい大事なことですねこれ。 まあ大事ですね。まあ想像力を磨くっていうか、やっぱりこう考え続けるっていうことですよね。多分そうだと思います。あのー、 あそうなんだっていうことを聞くだけではなくてなぜそうだったんだろうってなぜっていうのをこう深めていくっていうことかもしれないんですけれどもやっぱりこうきちんとそこをこう磨いていくというか自分の中でその問いを立てるというようなことをやっぱ大切にしながら相手のこう話をこうちゃんと受け止めていくっていうことが大切なのかなっていうふうに思います。はい <laughs> はい、ありがとうございますやっぱりなんかこう現場の声を聞くっていうのをすごい大切にしているっていうことは、うん、日々のその自分自身の意識をどこに持っていくのかっていった時に、うん、やっぱりその課題に対してねどうこれは何でなんだろうっていう、うん、そこを本当に深めていくっていうのをすごくされているんだなと思って最初にお話しした時にすごく。 お話がね、シャープでもあって、こうポイントでこういろいろお話伺えたので、あ <laughs>、うん、あ、なるほどなって。いや、そんなことはないんですけど、やっぱりあの自分がすべてではないっていうことをやっぱりこう思うっていうことが、なんかこう、どんなことに向き合う中でも、こう必要だし、大事なことなのかなっては思います。はいはい、ありがとうごございいますすなんかすごいね 生きる姿勢態度みたいなところを聞きますね。はい、そんな多したれじゃないです。はい、ありがとうございます。ええー、そうしましたら、そもそもその夢やビジョンっていうところで前を向いて頑張っていくっていうそういう世界を作っていきたいっておっしゃってたんですけれども、うんうん、そのあの夢やビジョンを持ったきっかけは何だったんでしょうか。えー、そうですね。 どんな発見や出会いがあったのかをお聞かせ願いますか、うんうんまあでもやっぱりこう自分自身もこう落ち込んだりとかすることもありますし困った時とかもあると思うんですけど、まあ、一つ一つエピソードを重ねることはないんですけどやっぱりこう周りの方とかにすごく助けられた経験がすごくあってやっぱりこうよくあのー 回り,回り回ってこういろんなものがこう回り回っていくっていうことがあると思うんですけども、まあ、そのやっぱりこう誰かに助けてもらった経験があってその助けてくれた人にこう直接お返しすることができなくてもまた別の形で他の方に私がいただいたその助けや支援をこう。 還元していける場があったら、こう自分自身があの他の場面で還元していくことが大事だって、こう、そういうふうにこう思いながらあの生きているので、 まあそういう意味ではこう前を向くことができ、自分自身がこう前を向かせてもらったように、誰かがこう私にあったことを通じてこう前向きになってくれるということがすごく嬉しいなというふうに思うんですよね。だから例えば、市民の皆さんからいろいろ要望とか意見とかをいただくんですけど、全部がやっぱりこう叶えられるわけではないんです。でもやっぱり話を伺 でただお話を聞いただけなんだけどやっぱり聞いてもらってすごく気持ちが楽になったっていうふうに言っていただけることもあるし本当にその方の困ったことをまあ別に私は大したことをしているわけではなくて、まあ、こんな感じで困った方がいるのであの何かこう助けられるようなご支援ってなりませんかみたいなことをちょっと行政につないでその困りごとが解決されたりするとやっぱりその方って不安が解消して。 でこうまた次から,こう暮,らす暮らしをこう頑張ろうっていうふうに思えることもあってすごい感謝とかされることもある,とあるんですよねで。やっぱそういう,こう市民の方の姿とか見ててもやっぱりこう前向きになれるっていうのが半歩かもしれないけどこう次に進めるやっぱり大事な自分自身に自分自身にこう気持ち大事な気持ちなんじゃな,いなっていうふうにこう思っている。 からやっぱりそういう経験も踏まえてやっぱり一人でも多くの人が前向きになるとなんかこう社会全体もこう元気になれるのかなっていうことがあってこう自分自身はやっぱりこう議員という仕事を通じてやっぱりみんなが前向きにこうどんな時も前向きになれるようなそういうその社会を作りたいというふうに思ってるんだというふうに今はうそ思っています。 はい、いありがとうございます。なんか本当大送りじゃないですけどこう、ね、自分がやってもらった嬉しかったこととかっていうね、そう前向きになれたっていうところを人にも今度は作っていくっていうそれぞれがやっていくことで広がる感じがします。しまますす。よね、はい。はい、そなるほど。<laughs> じゃあなんかいいいっぱい助けけてたただけたそういうきっかけっそう,いうものがあったんですね。だからやっぱり私はすごくそういう意味では助けてもらえたのでそれは家族だったりもしますしあの元先生だったりもするしとてもいろんな節目節目でアドバイスをもらった経験がすごくあってそれはとてもラッキーなことだったと思うんですね。みんなが同じようにあの その環境を得られるわけではないというふうに思っているので、まあ、もっともっと私よりもラッキーな人もいるかもしれないけど、まあ、自分はまあそうやっていろいろと支援されて助けられて、まあ、こう今、まあ、そういう意味ではこう常にこう前向きな気持ちで生きていけるという状態があるので、うん、やっぱりそうではない人がいるとしたら、少しでもなんかきっかけを作れるようになるといいなというふうに思っています。はい、ありがとうございいますはい なるほど。なんかすごいいいですね。前向きになっていく。その企画がね。明日でだったら嬉しいです。本 <laughs> 当 <laughs> ですよね。なので、なんかその発見や出会いの背景の部分なんですけれども、うんうん、あのもう少し。伺って でもよろしいですか。<あ>一番なんか印象に残ってるのって。の本当ですか、うん <laughs> うん。やっぱりあの、私も。その、まずっと、えっ、ー、とシングルマザーで、子育てをしてきたんですけれど。はい、やっぱり私は、その、まあ、こう助けてくれる家族がいて。まあ、今この仕事もできているっていう環境にあるんですけれど。 なんかあなたはとても恵まれてるよねっていう風に言われることって結構多いんですよね。で、なんか私は自分が一人親だからあの一人親の支援をしますというようなことはやっぱりこうなかなかこう今まで言えなくって、自分はすごい恵まれてるからなんかこんな私がなんかこう上から目線でやるのってどうだろうっていう風うにもすごく思ってきたんですけど。 でもある時に、やっぱり同じ境遇にある方にお話を聞いた時に、あの、なんか、 うらやましいっていうことだけではなくて、まあ、それでもその頑張って、その自分も何とかしたいっていうことの話を聞いてくれて、でそれについて、あこんな制度もあるんじゃないとか、こういう風なやり方があるんじゃないっていうことをこう教えてくれたことが、すごく勇気が出て励まされて嬉しかったって言われたことがあるんですね。なんかそういうのも含めて、やっぱりその、本当に、なんていうのかな、こう、自分は、 なんかこう前向きになれるそのきっかけとかチャンスっていうのがすぐそばにこうあったんですけど誰しもがそういうわけではないっていうふうに思っているのでそういう意味でこうみんながこう前向きになりやすいようなこう環境づくりをするというか、まあ、でもそのためにはやっぱりみんながもうちょっと 心に余裕を持って忙しくしないでそのさっきの子供の問題じゃないんですけど一人一人にこう向き合ったりとか直接こう話ができるような、まあ、そんな心の余裕が持てるようなこう社会を作れることの方が必要だと思うんですけど、まあ、ちょっと話を戻すとあの私は何でそういうふうに思うのかっていうとやっぱり自分がそういう意味で同じ一人親の ねシングルマザーで頑張っているお母さんと比べると、まあとてもあの恵まれたまあ状況の中で、まあこれまでこう生きてこれたことにやっぱり感謝しないんじゃといけないんじゃないかなって、まあそういうふうに思っているっていうことがまあ背景の一つにはなっていると思います。うんうんはい、はい、ありがとうございます。そうですよねなるほどシングルマザーでねなんかすごい。 助けててくくれる家族が近くにいいたっていうことですそうじゃないとやっぱり今まで子育てもできないですしやっぱりこう仕事もできなかったなっていうのがこう自分のやっぱり実感なのでやっぱり同じような境遇にある人がいると。うん 助けがあればできる場合ってすすごく多いんですよね、うん、でその助けてって言えない場合もすごく多いので、うん、やっぱりそういう意味ではこう自分自身にこう助けてっていうふうに言ってもらえるようにこうならないといけないんだろうなと思います。うんはい、まだまだです。<laughs> <laughs> ですね。なるほど。そういうのを心がけていらっしゃるんですね。はい、そう思います。はい。ありがとうございます。はい。えー、最後になるんですけれども。 にリライズニュースコーナーになります。ちょっと画面共有させていただきますね、はいはい、こちらになるんですけれども、えー、リライズショートストーリーなんですが、日本の活性化に必要だと思う3つの課題というのがありますで。こちらなんですけれども、まず、えー、脳疲労の問題。 えー、脳疲労によって活力、創造力、生産性、そして GDP の低下につながる、そんな影響があるこの脳疲労の問題。そして2番目に孤独の問題は、えー、内閣官房にて、えー、孤独・孤立対策担当室を設置してたりもしますねで。その取り組みはやっぱり子どもから大人までの対策が今、必要な状態になっています。そして、えー、3番目、IT 更進国、AI の問題ですね。 チャット GPT とかっていうのがね、すごい今、あのすごく流行ってますけれども、AI の進化のスピードはめちゃめちゃすごいんですけれども、うん、その統制方法があの不明で、ですね警鐘を鳴らしている方もいらっしゃいますし、えー、気候変動よりあの危険視されている中、うん、日本は IT 行進国として、国際競争力を失っていると思いますね。なので、この問題の解決が必要かと思っているんですけれども。うん あの岩,岩永先生はこの、えー、孤独の問題にお話ししていただける、はい、ということなんですけれども、はいはい、よろししいでしょうか、はいまあ、ちょっと脳疲労とかあの孤独とか、うん、またその IT っていうところにも関わるのかなっていうふうに思いながらもお話は聞いたんですけど私はそのやっぱりコロナ禍になって よりその孤独の問題がこう深刻にこうなっているような気がしているんですよね。でそれはさっきお話をしたように、やっぱり、あのーまあ、子どもたちをこう見ていても、そのなんかこう学校に行こう、なかなか行きたがらなくなったのはどうして、コロナ禍を通じてなんかよりこうなんか出づらくなったみたいなことってどうしてだろうとかっていうのも含めてなんですけど、でも一方で、 みんなが一人一台携帯とかそういうものをすごく持つようになってつなが,がりやすくはなっているはずなんですよね。なのにこんなに孤独で <laughs> こんなに寂しさを感じている人が多いのはなぜかっていうことを今ちゃんとその問い直すことが必要な時期なんじゃないのっていうふうに思っています。あるいはそのなんか 結構つながってるんだけど、こうつながってることがめんどくさいみたいな、<laughs> そういうこともありますよね、こうずっと携帯に追われてるってこう自分自身を考えているよにも。やっぱりそれって何なのかなって私は思うんですけど、自分自身は、やっぱり例えば SNS とかのコミュニケーションって、リアルで会うよりもすごい疲れるんですよ。やっぱりこう相 ってのことを、やっぱり、人間が本来持っているその五感っていう。その機能をフルに使って、あの人とやっぱりこう接しないから、本当にこう気を使う。例えば、言葉を一つ送るのも。うんうんうん どういうういいいい言葉をを使っっったたらかいいかなっててのを考えたりとかってするんですよねでも直接会ってるとその場でなんかちょっと失言があってそ,、ね、あそれそれこういうことなんだよってことが言えますよね相手の表情を見たりとか、うん、その雰囲気とか見たりしてこうしてきたのにそうやってこうなんか人間がこう人間として,こう人,としてこう人として獲得してきて進化させてきたこうその能力をこう使い切れないままなんかこう、うん、コミュニケーションが取られているっていう。だから こんなに便利になってコミュニケーションしやすくなったのになんか人と人の関係がそれでなんかすごく充実をしてみんなが充足感があってっていう風になって幸せかっていう風に問われると、うん、なんか決してあこういうのがあってすごい幸せだっていう風にこうに断言できる人ってもしかしたら少ないんじゃないかっていう風にこうに私は思っているんです。で例えば そのなんかこういう,こうバーチャルな中で SNS とかをやっていると例えばこう友達の数とかね、うん、フォローしてる数とかそういうのがなんか多いとか少ないっていうか別にどうでもいいって私なんか思うけどなんかそういうことがなんかこう一つのその人を測るこう判断基準になっていくっていうことに、うん、私はなんかすごく戸惑いをあの感じてるこう人間の一人なんです。でやっぱりそういうい意味からすると なんかこう自分たちの持ってる能力っていうかもともと自分たちがそのこう人として大事にしてきたそのこう、まあ、五感ですよね感性みたいなこうものをなんか使い 切れないからこそなんかすごく消化のようなこう状態の中で殻に閉じこもらなければいけないそういうコミュニケーションをしなきゃならなくなっているっていうことがもしかしたらなんかすごくこの、まあ、脳の疲労だとかにもつながるかもしれないしそのいっぱい通信機器に囲まれて誰とでも自由にいつの時間でもねその世界中の人とコミュニケーションが取れるようになって いるし気の合う人を見つけるのもねこうあの簡単になっていて今ほらマッチングアップで結婚する人も増えているとかって聞くぐらいなのにで,、ねうん、でも孤独とか孤立しているっていう状況にやっぱすごく矛盾があるっていうふうに思っているからそれは何なのかっていうことをやっぱりこう改めて考えていくっていう,こう視点が、まあ、とても大事なんじゃないかなって思っています。だから 例えば家とかでも例えば娘がスマホを持っていると同じ家にいても彼女は別の空間にいるわけですよ、うん、昭和の時代だったら同じ家にいれば自分の部屋に 仮に家族がこう思ってても同じ場所にいたはずなのにうん、うん、同じ家にいても別の空間にいるっていうのがこう今の,その現状の中ですごくなんかこう十分にコミュニケーションを取りきれない例えばご飯の時にも変な話みんなで楽しく食事に行ってるのになんか携帯が常に手元にあってみたいなそれをこう気にしながらもうなんかこの人から連絡来たらすぐに返さなくちゃいけない既読するって言われちゃうみたいな,、うん、なんかそういう中でこう今私たちが生きているんだって っていうことを、まあ、どうなんかこう反省するってわけじゃないんだけどそういう世の中なんだけどでももうちょっとこう寛容にいろんなことをまず受け止めてこういう携帯なんかも使いこなせるようになんなくちゃいけないんじゃないかっていうのがまあ私のこう問題意識なんですよね。なのでやっぱりそういう何て言うのかな えと自分たちが持ってるその五感みたいなこうリアルであった時に私たちがこう知らず知らずね無意識のうちに聞いてますよとか見てますよとか匂い嗅いでますよとかそういうことじゃないけどやっぱりこう直接自分たちがそのこうリアルに行って感じていることで、うん、そ,のその能力ってやっぱり手放しちゃいけないって私はこう思っているのでそういう自分たちのこう身につけてきた大事なものそれは何なんだろうかっていうことをもう一回見つめ 直しながら今の社会で行われている事象をこう見つめ直していくって行ったり来たりかもしれないんですけど、まあ、これだけねこう AI が進んでいく世の中になるので。<laughs> まあだからこうみんな今日からスマホは持たないし作りましょうなんてそういうことはできないと思うけどそういうやっぱりこう人間的なものをこうきちんとこう見つめながら今こう進もうとしている社会との中で行ったり来たりしながらやっぱり最適化を見つけていくっていうのが大事なんだろうと思っています。でそういうそのことの延長線上に私はやっぱりこう自分たち人間一人一人もその地球上に住んでる。 生き物の一角なんだよって、やっぱり自然界の一部としてこう人間がいるんだっていうことを認識をして、まあ、そこにその人間としての在り方や生き方をこう問う必要があるというふうに思っていて。そういういことと、をすると ななんていうのかなこう今ほら本当に温暖化だったりもして、うん、すごく日々とても暑かったりとかして自分たち自身が自分たち自身のこう生存を危うくしているような、うん、そんな状況になっているからどうしようっていうことになっているんだけれどもこんなふうにまでそのこう自然を壊して。 できて他の生き物を犠牲にしてきた上に自分たちのこう暮らしがあるというふうなことをこう実感した時にじゃあどうしていくのかっていうところになんかもしかするとその解決の糸口みたいなのが見つかっていってその時にこの人間らしさみたいなことにこうみんな一人でも多くの人がこう気がついていくことでやっぱりコミュニケーションって何、ま、て言うのかなこう 確かに便利だよねってこう通信的便利だけどでもそれを超えるものってやっぱりあるよねってこれだけが全てじゃないしこれを全てにしてはいけないんだなっていうことをやっぱりこう再認識していくっていうのか、まあ、そんなことがもしかするとまあこれからの社会の中でこう必要になってきてまあこう日本の活性化っていうわけではないけれども私たちが 今、こう、孤独になったりとか、夢とか希望とかも出ないような、もう自分はいいやって、こう、なりやりになるような、そんな気持ちをこう克服できるような、みんながこう、前向きになれるような社会を作る、こう、糸口っていうか、一本につながるのかな、なんていうことは、ちょっと今回、考えさせていただいたことです。はい、そんなところです。<laughs> すいはい、ありがとうございます。はい いや本当にね自然界の一部でもあるね、うん、その人間がねどんなあり方になるのかによって本当に変わっていくなって感じましたね、うん、なので、はい、そういうところをね本当に演歌をね作っていけたらすごくいいなと思いましたねありがとうございますはい、はい、ありがとうございます、はい、えー、本日はですねえー、前前を向いて頑張るっていうところを あの、岩永さんはすごくこうね。趣を置いて頑張っていらっしゃるという。ところで、<laughs> 私すごく共感したんですけれどもですかありがとうございます。ちょうお話をありがとうございました。これからも応援しています。うまどうもありがとうございました。